はい、和正です。今日はこちらメダカを購入しましたので、こちらを紹介していきたいと思います。今回購入したのはいつものねヤフオクとなっております。で、購入した品種なんですけども、今ね少し前にリリースされて、今もね人気のある品種となっております。果たして、1日で届いたのでメダカはね無事だと思いますけど、泳いでた。そう、こちらゴジラとなっております。元気そうでよかった。この子たちを上身と横身をね見ていきたいと思います。これは自分がね思うのはあれ系です。サバの極みとかそっちの系統ですねの、炭系のって言ったらいいのかな、そっち系の、種類というか部類になりますね。炭といっても五色とかそっち系ではなくて、サバの極みだとかあとボブとかそっち系統ですねの部類になる品種ですね。よいしょ。で、そっち系はね得意では、いや、メダカ飼育自体はそんなに得意ではないですけど、そっち側の品種はねあまり得意ではないので、どうしようかなと思ったんですけど、やはりね綺麗なんですよね、このゴジラは特に。なので、流行り品種だから購入したというよりも、すごいね綺麗な品種だなと、思いましたので購入しました。それでは上身をねじっくりと見ていきたいと思います。楽しみだ。はい、こちらが上身です。左側の子が一番綺麗ですね。これがゴジラ、ザ・ゴジラかなと思います。他の2匹はちょっとね色合い的には厳しいのかなと思うんですけど、この子はね間違いなくゴジラの色をねしております。なかなかねカメラでは伝えにくいんですけども、この子はね非常に綺麗な体色をしております。ちょっとねこっちの子とかは色がね銀色っぽい、銀じゃない、銅色っぽい色が出てますので、どちらかといえば、この子ですね。これでね、掛け合わせをして、どう出るかといった感じかなと思います。ほんとね、もう少し緑かな。見た目は。いや、綺麗ですよね。体もね、しっかりしているので、これからね、卵は期待できそうですね。綺麗な体
退職してますよね。それでは横目をね見ていきたいと思います。はい、こちらが横見です。やはり横見を見るとこういうねボブ系の特徴が出てますよね。こういう系統のメダカ、なんでこういう形っていうか、こういう雰囲気になるんですかね。不思議ですよね。他のラメ系とか、そういう系統のメダカに比べて何かね、雰囲気が違いますよね。この子たちをなんとかね、類出したいですけど、少しね、やはりグレードが低いのが気になるところかなと思います。といった感じですね、今回の買い物はですね。まあ、これがね、極上ではないですね。一匹だけゴジラっぽい、ゴジラのような、特徴はね出てますけど、他の2匹に関しては、結構仙台クラスだったかなと思います。それでもね、次の子たちに期待をして類代をねしていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。こんな感じでね、またいや室内はねもう厳しいのでメダカの購入はないかなとは思うんですけども、こんな感じで新しいね品種、購入した品種をね紹介していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。いやー、これはしんどいかもしれない。